萩市にある萩明林学舎にやってきました。観光跡に立つ日本最大級の木造校舎ですね。萩明林学舎、じゃあ左手は駐車場ですね。あ、ここだな。本館って書いてある。じゃあこの中に、あ、奥は2号館とか3号館とか書いてあるね。体育館もあるのか。これ広いね。旧萩藩校明林館。もともとここに明林館があって、その後に建ったって感じですね。萩の観光はここからとか書いてるんですけど、ここに一番最後に行くっていうね。萩はだいたいいろんなとこ行ったけど、ここが終点になりますね。本当はここが最初なんですけど、おかしいっすよね。萩観光の起点、終点になってるっていうね。17時やから間に合うな。よし、行ってみよう。あ、顔出しパネルもある。高杉晋作と吉田松陰だ。それじゃ行ってみよう。これ撮影できるのかな。ここはどこから回ればいいんですか。順路というか。特に順路はないんですけど、こちらの建物は昭和10年に建てられた小学校で、はいはい、この本館は、本館は無料 で、はい、うん、ここね、で、2号館が、300円。300円か。はい、でこっち側は古い昔の小学校、うん、はい、小学校の資料とか藩校の明林館の資料があります、はい、であちら2号館は江戸幕末期に実際使われてた鉄砲や陣傘など600点の展示と、うん、萩にある5つの世界遺産の成り立ちのシアターや VR 映像などをお楽しみいただけます。ああ、はい、分かりました。じゃあとりあえず無料のところから、どこからこう右に行ったんですか、左に行ったんですか。そうですね、まあ、どっちかっていうと、こちらもね、お店が開いてる、うん、ああショップなんで、はい、ここ行かれて、うん、2階上がったらここ天井裏とか、うん、藩校明林館、それから明林小学校、あとこちらの辺はね、うん、ジオパーク、それから 展示映像室、ね、復元教室って昔の教室が作ってありますので、こう行かれてぐるっと回って、でもいいですね、はい、とりあえずこっち行きます。そちらもショップですね。あ、閉まってんだね。こっちはお土産ショップ。あ、今日閉まってるんだ。あ、お土産ショップは開いてます。あ、ここは開いてるんです。あ、ちょっと行くだけ行ってみます。の歩き飲食。赤い羽ガチャガチャ。ガチャガチャもあるんだ。萩焼きガチャガチャがある。こっちはね、お土産ショップですね。こっちはいいでしょう。で、こっちがレストランですね。ただもう閉まってますね。中にはテーマつなぐ石材。あ、外ね、外ね。レストランで、カフェもありますね。カフェはどうなんだろう、開いてるのかな。電気はついてるけど、カフェは、あ、カフェも閉まってますね。電気はついてるんですけどね。え、こっちは多目的実習室になってるんですか。おお、なるほど。
こんな感じ。こっちは売店とカフェとレストランですね。じゃ向こうに行って向こうから2階に上がって2階を見てみましょう。こっちの校舎が無料ですね。で向こうの右手にある、ここから右手にある校舎は有料ですね。向こうね、ここはなんだろう、復元校長室か。明倫小学校の歴代校長肖像。おお、松陰だ。松陰の像だ。田畑校。校長室。観光インフォメーションセンターですね。郊外で。コインロッカーとかですね。じゃあ、前のマップ。いいでしょう。まあこんな感じ。あ、メニューがある。喫茶、向こうにカフェがあってこっちには喫茶があるってことか。喫茶コーナー。なるほどね。石碑の由来。ここから窓、この窓から見える石碑は、窓から見える石碑というと。見えるか。あの目の前のか。これこっちからじゃ見えないな。こっちは事務所ですね。多目的復元教室。途中に入りくださいっていう、なんか会議してますかね。こっちは無理だ。山口映像図鑑、ご自由にご覧ください。男子トイレ。こんなんだ。足が不自由な人でも登れるように。これ階段は古いですね。構造を学ぶ図。取る取る学び。おお、軸組、床組、石杖。ここは？学び者の日々。
分後、じゃあじゃあコードを民間性病内についてた格子の赤いね。これが、マップですね。ちょっと古いのか、昔のかですよね。周囲林か。年表ですね。犯行とは何か、犯行命令官とは何か、鬼がある犯行のシンボル、撮影禁止。これどこまでが撮影禁止なの。これは撮るなってことか。じゃあこれは撮らん。この年表撮るなってことだね。じゃあこっちはいいんだね、はい、いいですね。どうぞどうぞ、ご自由に。はい、ここはあの、はい、建物が古いところは古いんですか。なんか建て替えしたってことですか。いや、これね、昭和10年に建てられたんですけどね。はい、あの明倫学舎がオープンした時にこの床はね、はい、ちょっと張り替えてるんですよ。あ、例えばね、こういった腰壁とか、はい、こういった通してたっていうのは昭和10年のままリサイクルしてます。あの階段とかも古いですよね。当時のまま、当時のままですね、はい、1935年に建てられた当時のままです。もともとここにあったってことですね。そうです、そうです。あ、そうなんですね。で、平成の26年までね、小学校と小中3校で使ってたんですよね。で、廊下の幅もね、端から端までちょうど90メートルあります。90メートル。あれが日本最大級の木造の校舎です。そうですね、はい、あの消火器の横にダストシュートがあるんですよ。あ、これね、はい、そこから見てみると、あの出っ張りがあるでしょ。そこここにありますね。ここからこれは開くんですか。開かない。今開いてる。開かでね、ここに出っ張りがあるでしょ。これゴミを落とす仕掛け。あ、この下にね、うん、ですから、ああいう校舎が4棟あるんですけど、それぞれに、ね、脱走しようとゴミを落とすような仕掛けの作りが、そうなんですね、はい、あるんですよね。おお、ここは僕は小学校、ね、歴史ね、はい、もともとここの小学校自体が、あの萩藩のね、江戸時代萩藩の藩校の名人館がやった敷地に建てられた小学校、一律の小学校ですね。昭和10年に建てられたですね。それを今ここを、増築とかしたんですか。いや、してません。したらもうそのまんま、そのままです。じゃあ当時からこの、広さでこの大きさ。そうそう、これ小学校の教室だったんですね。こんなに大きい廃校もなかなかないですよね。そうですね、他も。一番ね、小学生の児童が多いかってたのが、はい、昭和33年が一番ピークですね。おー、そこにね、運動会の集中してたんだね、うん、ここ運動会のね、写真がちょろっと残ってるんですけれど、昭和33年頃児童数が一番ピークでね、3095名の児童だったそうです。すげえな、これこんなに。そこの駐車場いっぱいぐらいですよね。マジっすか。で、これ4棟ありまして、それぞれの棟ごとに1年生のクラスから6年生のクラスまでありましたからね。あ、だからこんなに校舎が広いってわけですね。はい、4棟ありましたからね。萩の中でじゃあここが一番あの人口が、市内だけの小学校です。へえ、やっぱりありますけどね、はい、ここがやっぱり集中してるわけですね。ここの、そうですね、明倫小学校、まあ、ここ一番小学館の時代だ。へえ、
で、ここね、小学校の昭和の中学年頃からの老少教育で、老少教育か、まあ、1年生、ね、から6年生までありますけど、学期ごとにね、みんなで、吉田先生が亡くなった、あ、これは現在現在もやってます。あ、昭和56年からずっと今現在もこれは、あ、松陰先生の言葉をみんなで朗唱するわけね、はい、朝朗唱して勉強スタートするそうです。はい、そうか、小学校だけか、ね、なるほどね。で、ちなみに余談ですけど、うん、はい、吉田松陰という方は30歳で安政の大国で、はい、連れて行かれて年末で出発されるんですが、はい、この方はすごい非常に勉強家だったんでね、はい、はい、で正面から見てみると右肩が下がっているようにちょっと見えませんか。あ、本当ですね。なんでそういう風になってるかというと、いつも懐の中に書物に3冊入れて、暇さえあれば取り出して勉強する。で、書物の重さで、着物が重さで、はらきちょっと。ああ、こっちに入ってる。こっちに、この辺に。なるほど、ね。それでね、右肩がこう下がりました。すいません、ありがとうございました。どうぞ、勉強してください。動画撮影禁止。こっちは、はい。そうそう、こういうね、映像はね、著作権があるんでね、撮れないんですよ。というか、今どうなんだろうな、ちょっとぐらいはいいのかな。ここはちょうど中心か。なんかところどころに撮影禁止って書いてるけど、どこまで撮っていいのか、どこまで撮っちゃいけないのかがちょっと曖昧っていうか、まあ、がっつり撮るなってことでしょうね、文章とか。ああいうのは、萩の作家か。椿だ。アートなんだ。萩の大地の森たち。おお、行ったな。ホルムフェルス。こっちも行ったな。スタッフ専用。ジオパークビジターセンター。事務所か。ちょっと待って。ジオパークに参加しよう。どうしてね。こっちは？ジオパークか。ジオパークに関する資料です。こっちもジオパークセンターですね。石か。なんか石に目がついてるぞ。天然の石畳。小室岬か。これ海からじゃないと見えないですね。
マジ美味しい。スクリーンがあるぞ。お、あ、触っちゃいけなかった。これ押したら、あ、説明があるわけね。まあここはいいか。よ。じゃあ復元教室ですね。おお、当時の教室、レトロですね。ここ開くんだ。あ、ここに入れるんだね。引き出しじゃないってこと。でも松陰の言葉でしょうね。お、掃除道具入れかな。あ、大丈夫。そうだね。小さいなあ。こんなもんか。小学生だったらこんなもんか。こっちも復元教室になってる。これ裏から入ろうかな。裏から入って正面を見てみましょう。あ、こんな感じか。あ、裏から入るといいね。いや、当時はもう生徒一番多い時で3000人って言ってたから相当ですよね。だからこんなに校舎が大きいわけですよね。こっちは下降りるね。え、じゃあ真ん中から降りて向こうの方に行ってみましょうかね。有料の方に。それじゃあ降りましょう。降りて向こうの校舎に行ってみましょう。撮影できるかわかんないですね。できるんならいいんですけど。2号館、幕末ミュージアムか。これ違うのか。ここにはテーブル。3号館もあるんだな。撮影する場合は受付に申し込みください。こっちはね、2号館は300円とか。なるほどね。というのはい、チケット買いました。300円でしたね。じゃあ順路通り行ってみましょうかね。このマークのついてる展示の撮影をします。じゃあマークがついてたらダメってことですね。ついてなければ OK。 世界遺産ビジターセンター入り口。世界遺産、世界遺産クイズか。あ、こう、あ、 VR ね。
あ、撮影禁止になってるわ。これダメなんだな。すいません。もういきなり撮影禁止だった。撮影禁止なら撮ってもしょうがないんで。ダメでしょ。え、これも動画撮影禁止。これ映像がダメってことですよね。もう映像がダメだったら著作権がありますからね。え、これはダメなの、これはダメなのか。ちょっと待って、ほとんどダメじゃない、ほとんどダメってことか。じゃあ順路で、じゃあ順路2階ってことだね。2階登ってで降りるって言ったから、これほとんど撮影禁止って書いてんじゃないかな。よく見ないと撮影禁止ってわからないね。から後で気づくって感じだね。それで見える建物はキャンコメディカ郵便局、近日ある双日の稽古をした。あ、この下のね、郵便館か。あと行ってみましょう。え、ここも禁止。こっちダメっぽいですね。ああ、はい。ここへ。もう当然ここもダメでしょうね。撮影はすんなとか、まだあったね。ここも当然ダメってことか。ここは書いて、あれ、あ、書いてるな。あ、あれあるね、はい、ややこしいな。もう一見ここもダメそうに見えるけど、こっちはいいのか。これはこっちはダメ。でこっちはね、通り、まあこれはいいのか。これはダメなのか。もういいや。でもここはこっちはダメ。はい。なるほどね。こっちはダメ。こっちはダメ。これはちょっとタッチされて見られる、はい、動画はちょっとダメ。そうかそうか、著作権があるからね。はい、そうです。ですね。うん、まあここを見なかったらいいってことか。これ撮影禁止って何がどう撮影禁止？ここはいいってこと？ちょっと分かりづらいんだけど。文字じゃダメなのか、いいなのか、こっちはいいのか、ややこしいわ。まあいいや、ちょっと下がって撮りますね、これ。多分普通にガッツリ撮ったらちょっとまずいと思うんで、これもダメ。あ、これ映像があるからね。まあ、さらっとって感じね。これもダメってことかな。ちょっと待って。あ、ここはね、これは映像があるってこと。映像です。あ、なるほどね。この部屋もいくつかダメなもの。ああ、なるほどね。いやいや、こっち。ほとんどダメなんじゃないか、これ。展示物撮影をご入ください。展示物が、これ、わかんねえな、ほんとに。さらっとは撮りたいけど、これね、がっつり撮りたいけど撮影禁止ってなったら嫌なんだよね。ちょっとさらっと撮ります。
まあ、ちょこ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 撮影禁止のマークがあるんで、多分こっちが多いんでしょうね。チリ、まあ、さらっと撮りましょう。どんな感じかっていうの、こういう文字のやつはダメでしょうね。あ、どの道さらっと取るんで、うまく開けないと思うんですけどね。解体新書医学、これやっぱりややこしいな。さらっとですね、ざっと、技術、幕末ミュージアムか。じゃあ幕末ミュージアムに行ってみましょう。世界遺産コーナーはこれで終わり。どっちにせよこれさっと取りますけどね、どっちにせよがっつり取ることはないと思うんで、人が来た。朝鮮戦争か。あ、でもこの絵は見たことないな。こんな感じなんだ。戊辰戦争誰により戦となった淀山崎の戦い。長領藩を中心とする国が、
おお。中華。長州鉄砲。ああ、萩で作られたと。じゃあ大砲か。これで終わりか。ほうほう。こっちもあるのか。ヤイギャラリー、ハギブラッド。こっちは何？観光、市民ギャラリー。はい。それでは郵便館に行ってみましょう。ちなみにここに見える建物が郵便館ですね。剣術、槍術を稽古してた場所ですね。こっちに関しては、こっちの建物に関しては別の動画にします。明倫館は明倫館であげて、郵便館は郵便館であげます。外観だけ撮りましょう。こうやって見るとなんか新しいですよね。新しい感じがしますけどね。こっちも新しいな。なるほどね。はい、ということで萩明倫学舎ですね。とにかく広い、広かったです。